関水美沙沢氏は NHK のアナウンサー。私立近南千里高等学校を経て京都大学卒業後、1996年入局。東京勤務時は生放送番組を担当。以後、将棋ジャーナルに初登場した際、名前がまるで四文字熟語と自己紹介した。幼少時からのプロレスファンを公言し、 アナウンサーを死亡した理由として、プロレス中継をやりたかったからと明かしている。小学校時代には段ボール箱を切り抜いて、自らは世界ヘビー級王座のチャンピオンベルトを作ったことを、アナウンサーのディープな夜にて明かした。2018年6月まで、東京、ラジオセンター勤務。2018年6月より、アナウンサーに復帰、北海道、 北見局勤務となることが2018年6月8日、放送の NHK ラジオ第1、午後、ラジ。にて明かされた。これまで、東京以外は西日本の地域で勤務してきたが、初めてそれ以外の地域での勤務となった。2019年6月に、京都に副部長として移動。好きな食べ物は、カレーライス、もつ焼き。ありがとうございます。